Oh, my God.
Oh!
Thank you.
Thank you.
Oh!
Okay.
入ってないな。こんばんは。あっちか。あああああああ、こんばんは。ああこんばんは、こんばんは。7月の26日あ四季の細道128回やりたいと思いますが、今ちょっと人数増減とかあったりルール変更とかしたんで、シャッフルかけてる途中でございます。もうしばしお待ちください、もうしばしお待ちください。今一生懸命シャッフルマシンがシャッフルしておりますので、少々お待ちください。本日は通常のノーマルのルールの、四季の細道を実施したいと思います。いろいろ言いましたが、ノーマルルールの四季の細道を実施したいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあシャッフルも終わりましたので、本日の四季の細道を始めたいと思います。はい、はい、第1試合、金子さんのマピガー、金子さんの、エクスルード、リオンさんの佐賀と、これいい組み合わせですよね。コロナ君は史上の両方昇竜持ちで、両方玉持ちで、そうですね、はい、ちょっと特性が違うっていう、そうですね、やっぱりなんかです、ね、最初の立ち回りは波動を見てからジャンプ台形が届いたりするので、ジャンプがやややりやすいのかなと思うんですけど、真空玉の話が急に変わってくるので、よくある、アメコリューはあれですね、ベタ足ですからね。そうですね、下がった相手は前大丈夫、もうちょっと近いと下がってくるフォローに入った相場は竜の打ち合い、あれ多分あの距離足出さなかったらスカル距離だったりするんですよね。そうですね、椅子側が逃げてるんで勝利は取りにくいんで、竜側がちょっと真空を有しないといけない感じ。いい回
敗ですよね。さあ台足で飛ばしていく、2回飛んだ。さあ波動で押していって、さあこれは竜巻綺麗に抜けて、さあ金子流勝利、勝利、ね、はい、2試合目川島さんですね。川島麦ぎ、川島麦ぎ、さあ2試合目ツーピーが川島さんの DF。 さあこのカーンギを倒せるのか。さあ開幕ファイアハードを刺さる。これはもう波動で固めていくしかない。足に入ると残機も結構きつめなんですよね。そうですよね、抜けるの無理しないといけなくなるので、これいい前ですよね。上手ですね、竜としては。下手に回ると下がれないので最悪に立ってしまう。立っていると波動、さあ欲張ったところにスクリュー、ここから逆襲なるか。2回目、さあちょっと離れた。おっと、さあ今ダイヤス、少しダイヤスはうまかった。それでしょ、2回まで持っていく。さあお互いといきますか。おっと飛んでいる。最後はちょっと打たされた感じですね。そうですね、完全に見てからでしたよね。体力リードが結局ね、あの一発圏内になるとリードにならないという。なるほど。さあそしてまた画面端、これはチャンスだ金子龍。あっと最悪なのを通してしまった。上から抜けられる。さあダイエットはちゃんと落とせた。ダイヤ失敗、今削りで終わりでしたが、さあおっとお互い結構下りましたが、最後は立ち台系いろいろありましたね。今いろいろありました。立ち台系がね意外と機能するんですよね、この組み合わせ。ミドルキックに当たったりするんで、実は結構おっと今しゃがんで飛び込みをすかしてからの地獄突き壊しスクリーン。さあこれはメインじゃないので、リバサはさほど得意じゃないと見てか、しかしハメが多めになった。さあ中足で刺していった。さあ、川島ダルシム勝利で、あ、さあジャメイカ入ったのは黄色いチュンリー、ほぼ山本、はい、さあカワシムが露骨にゲージを貯めているぞ。カワシム本当に FAB 使う感じはしないんですが、さあダブルに当たる。高め高め高め、全部高め、一生高め、高い高い、高めの技を一生出し続けて。ただ食べ橋はあれが結構機能するので、あれは引き付けて壊しカラキャンテンションとかしないと。さあ今度はテンションを引き付けている。背中、背中ゲットがいいながらお腹をゲットですね。さあこのラウンドはキンキンペース、あの立ち台系を食らうとザンギは結構萎える。さあバレバレからズッキF A B。しっかり光られましたね。いい感じの転生落としがあったんですが、惜しかった。ね、めくりは通常よりもアントニーになりやすいので。さあ、ドカタさんの竜ですね。ドカタ竜はザンギ戦をやっているのか。さあ、テイルが辛そうだ。さあ、ダイヤシスクリュー待っていく。待ってましたと言わんばかり、当たる今、川島の脳汁が出てるでしょうね。ダイヤシスカシスクリューはね、意外と俺うめえって感じなんだよ。そうなんですよ、よくわかんないんですけど。もうさあ、
まあ面白いように入った感はありますよね。地上戦が好きでもザンギの地上戦はなかなか。これで攻撃に頑張ってほしい。そうなんですよね、結局地上戦で押していくしかないんですよね、リュウ。そうですね、ないんですが、あんまり波動の役に立たない。残念を反応したんですよ、今のはいい台足。かわしく露骨なアイユスネールのローなんですが、ちゃんと振り込んでやってますが、ちゃんと一歩前に出てる。そうですね。さあ、ただ、じゃあこれはどうと言わんばかりに、かわしむがやり方を変えてくる。この台足、踏み込みに今度は上から、そしてスクリュー。まだ、こんなもんじゃないよと。さあ、川島残機勝利で、ハクさん。ハクさんが、もう今日、最初から言ってますね。さあ、ハクさん、キャミ。ここでキャミ。応援するところなんですけど、あのハックチームメイトなんで、あの残機とかをこうサクッと処理するところみたいですね。あ、そうですね、次の大会チームメイトです、ね、さあいいよ、これで良くないですよね。おっとコンボ精度に頑張る。おっと高め当て削って死んだ。死ぬなって。気持ちは気持ちは、はい、気持ち、気持ちでいきました。さすがガムシャラジャパン、気持ち大事ですから、ね、そうですね、川島もガムシャラジャパン、そうですね。さあ、チクチク、いいですね。お、ちゃんとガードしている。しかし、どうする。さあ、あんまり繋がってないが、繋がってなかった、今大体当たりました。ミドルキックとか残機の技に結構当たるんですよ。そうですね、長いですからね。判定が出ますので残機の暗い判定。さあ、遊んでいたならば台足をもらう。さあ、あれでいいんです。これはダメです。めくりめくり投げて、おっとダブラリー。さあ投げて、投げ、さあ残機が壁になって、最後はゴミをしっかりと反応していた。さんありがとうございます。続いてクレジンさんですね。カワシムダルシム勝利、あ、カワシムザンギ勝利。さあこのカワシムザンギ誰か、あ、クレジットが、クレジットが切れでございます。さあ入っていくのが、が続きますね。おっと最近結構やっている。最近ね、ちょっと昔と比べてこの時にやったんですけど、残留戦、はい、そこそこいい感じなんですけど、いい動きしてますよね。ちょっとね、弾が少ないんですよ。弾が少ない、はい、飛ぶのを落とせるんですけど、飛ぶのを待ってるんで。なるほどなるほど。残留も弾がなくても飛ばないよ、そういうことですよね。しないで飛んでくれるのを待ってる感じっていうことですね。割とそうですね。なるほど。すぐ走る。そうですね。逆に厳しいんですよ。さあファイヤー頑張って打っていただきたいところ。タッチショーケールが最低の使いは結構なんか嫌な感じなんですよ、残念でやってたら。おっとドリル。さあこれあれですね、様子見ないでちょっとファイヤー打っていたのがあるんですけど、ここでちょっと様子見ちゃったりするのが。あれ、いいインフェルノ、かすっていたか、かすっていたか、当たっていた。さあ今立って吹かせると踏んだのか、多分レバーニュータルだよ。ケーラリスからの5ヒットが早いです。さあ2ヒット、ここが痛い。だからスーパーコンボヒットバックないんですよね。なぜかその場で全部やるという恐ろしい技です。
大久保指定ができていると大きい攻めが続く。ちょっと落としていく。ちょっと刻みつきましたね。アナちゃんだ。ジョガファイヤー強化に向けてパッとインフェルノ。しばっとのか。ここまでか。死んだ。クレジットカルシム勝利。さあ続いてはセロテープさん。セロテープさん1キャラ目は大丈夫か、大丈夫なのか。セロテープバルちょっとセロテープバルグちょっとフォックスには早い気がするが、フォックスしっかり飛んでいく。オーバーフレーム飛んでいく。今日もいやらしくいった。あっインフェルノ4ヒットな、なぜか。いや今のはうまい。ちゃんと票を落としてからの固め、かなりうまい。やっているぞクレジットカルシム。ヨガちょっと自信を持っている。いいぞ。ゴロゴロ削り切ったゴロゴロで、これはいやらしい。テラ、お、テラ3発当てれる。できるぞ、できる。バルログ使いだ。テラーが出てきる。しっかりと貯めているぞ。さあ中国、竜巻に落札から投げ。マリオが入って真空スパークリンボー。あれスライディングしたつもりだったが投げられる。3発ちゃんとテラをいった。エクスパーリューが勝利して、ここでミッチーさんが2キャラ目、あ、2周目ですね。はい、ミッチーさん1周目か。1周目ですね。あの赤ラベルがちょっと予想外のところにありましたね。ミッチーさんが最後のプレイヤーですね。1周目バイソン。さあエクスパーさんの竜を止めれるか。おー、シンク当たりましたね。びっくりですね今の。当てたんはエクスパーさんのレベルさん。
すがというところですね。あっと抜けたが、ナトウェンピーだ。得意の技の踊りで、そうですね、呼吸法ですからね。どうなんですか、怪しい踊りってやつですよね。さあといってる間にかなり体力を奪っているぞ、エクスバリュー。エクスさん割と独特なのはちょっと歩いて前へ詰めるんですよね。そうそう、めくりかと思わせて、おっと今度繋がらなかった。中パン、アイジさん、あれできますかね、若干からのクレイジーできちゃうんですよ。見てみたかったですが、ピヨったらおしまいですよ。さあ、歩いて詰めるところには波動拳ですね。おっと、ヘッドを切られる。しっかりヘッドで待っていたが、竜巻で切られた。広い方へ、広い方へ逃げるエクスパー。さすがだ、方へ広い方へ投げる。おっと、しかもダメージまで取ってしまう。潰した。削り真空、これはエクスパーワールドだぞ。最後は波動、さあ早波動削り、エクスパーに勝利。続いてディオンさん、お願いします。ディオンさん2周目ですね。さあ、ベガ、これはお互いにやってみたかどうかでだいぶ変わってきますけど、キャラだけだったら圧倒的に竜なんでしょうね。圧倒的かどうかちょっとわかんないですけど、まあ竜よりっぽいです、ね、側ですよね。ただ竜もやってないことにはっていうのがありますし、そうですね、ちょっと対処が特殊なキャラなんで。そしてベガもベガで銃弾があるので、深く嫌わせたら殺せる。ちょっとしっかり勝利入れていた。どうなるとわからない。時間が投げた、ポール、あそこで投げいくかって感じですね。ですね、時間考えるとね、ちょっと怖いですよ。はい、さあ髪の隙間に波動拳、出川ゲージがたまたまに抜き出さないので、もう集団攻撃や波などを右側は気楽にして仕掛けられるかな。重ねたい放題ですからね。そうね、さあ投げて、投げて、投げ受け身の後は結構ピヨりやすいんで、受け身の後がベガチャンス。足、おっと、今は飛びが通ってれば終わったんですが、非常にいい飛びでしたね。そうですね、はい、読者で、こっそり時にどんどんなど見せらないかどうかというのが結構重要ですね。そうですね、ジャンプの軌道が高いんでね、やっぱ。そうですね、一発しか当てれないとかなっちゃうと残念ですよね。さあ終了する。あー完全に打たされた感じ。さあ続いて金子さん、さあエクスパーデュー連勝かの金子さんのガイル。おっと表三段入る。さあソニー、
時間を使っていく形ですね。さあ、このエンドは結構体力差があるぞ。このまま慌てませんね。おっと、シック、さあ、よくエスケープ4取ってきました。割と最近のエクスパーさんは昔ほど即座には動かなくなりましたね。なるほど、ああいうピンチの脱出を取ってあるのか、ちゃんと大事に温存してるってことですね。割とたまってチャンスだったフージョンで削りで十分っていう感じなんですね。知ってしまったんですね、ヒット感の甘さ。おっと、勝利よ。これで悪い。お父さん、あの85歳の体調が結構ね。はい、ああ、使いますね。使います。割り切って、勝利はむしろ、割り返しの代わりにね。さあ、ここまでいくと。今の裏切りはでかい。さあ、耐えましたか。だいぶついてしまった。裏戦でかなりガイル側は大丈夫だと思ったような気がしますね。ラウンドに取り返して最終ラウンド3度目。さあ、ガイル側のサードに立ってしまう。あっと、何てるんですかね、勝利の。ないところはやめておくっていう感じなんですね。ちょっとまあ、ゲームセーションだったんですよ。皆さんとはまた確か別の立場であったので皆さんにダウンしてるんで、はいはい、他のことは見てないんですよね。なるほど、確かに見てないから。むしろ自分よりも、まあ、近いところは自分が得意な人とホガエル逃げ切り。さあ、続いてほぼ山本さん。2周目もチュンリーですね。キャラメルチュンリー戦ラウンド1ファイト。さあ、裏剣、さあ、落とすことが大事。大きなリードを奪っているのは金子がいる。さあ、落とせるものは全部落としていくと。とかを全部ためるんですね。チュンリーとかちょっと技をカードするとすぐ調子に乗るんで、何にもさせないぐらいのつもりで。さあ、今みたいにね、そして逆に削ったのはチュンリー側。チュンリーウィン。ラウンド3ファイト。サイコー。落としてサイコー。サイコー。サイコー。さあ、頭踏ませて。サイコー。サイコー。最後は逃げそば。あれ多分絶対王になってるんでしょうね。さあ、止まった。さあ、ドライバーだと言っていたのがどこまでか。
攻略で振っているのか。ねえ、ちょっとドカドカには辛いけど、さあ、いい声が入ったが、その後じっくり切ればよかった。飛びはね、前に攻めてガードするだけのプレッシャーがあるので、飛んでしまうとやはり落とせる人は確実に落としてくるので、でもサッカー入ってるんで、あの後踏み込んで左足でも投げでも歩き勝利。さあ宇田健さん、このラウンドは完璧だった。ガイで勝利。続いてハクさんですね。さあ今、単独1位がかわしきった、2位がエクスパーリュード、さあ入っていったのはハクキャミン。足をキャノンで買っていく。飛びからサマー、さあ暗いサマーとキャノンが打ち、クリアガードして、サドガイルの球打ちがうまい。さあ抜けれるか。おっとソニックが当たっている。お疲れ勝利。カシムさん、カシムさんおられますか。川島ダルシム、なかなか久しぶりですね。カムシャラジャパンのドメインを、あっと今のめくりが入ってずいぶん違ったんですが、なんかタイムボボッとほど差がついていないので、打っていかなきゃいけないのが辛いところ。そうですね、さあ、ネットに当たらず、おっ、ちょっとソロテープの反応がかっこよかったかという。これは厳しい。さあ続いてクレジット。あー、川島ダルシム、ピヨってる。画面をちょっと見ていなかった隙にピヨってる。ピヨったのはクレジンダルシムだ。ワンピー側の色が薄い方が川島、ツーピー側の色が濃い方がクレジンさんですね。ダルダルですね。ダルダルゴムですからね。
感じ。そうですね、はい、5分っぽいんじゃないでしょうか。さあ、下段シャガパッド立ち中継でドリルもジャンプになってるらしいんですね。最終的にはヨガヨガ的な感じなんですか。一応3スキルになっていて、飛ぼうとしたところに立ち中継が当たるけれども、立ち中継打ってるとシャガパンが当たってしまう。なるほど。シャガパン打ってるところに上からドリルかぶせると、上から行った方が有利。あっと、しピヨっていたが、いい勝負だったが相打ちだった。さあ、カシムダルシム勝利で、続いて入っていくのがゼロテイクザンギが勝つのか、はたまたカワシムダルシムが勝つのか。この組み合わせも分からないですからね。おっと、スカシからスクリュー1回目上行って、おっ、石棺さあ、ヨガファイヤー、インフェルノ削りで削れないか、踏んでいる。今のジャックファイヤーはだいぶ。さあ、2ラウンド目。さあ、再びスカッシュジャンプからスクリュー。さあ、おっと、ドリル暗いスクリュー燃えてる。さあ、こっからが厳しいぞ。おっと、インフェルノ出しそこねな気がするわ。まだ駆け引きが続く。さあ、これは厳しい。インフェルノさすがにダブラリは出ていたが、あれは無敵が持続しないと思われる。さあ、続いて、カシムダルシム勝利なのでミッチーさん。アクレジット、はい。さあ、入っていくな、ミッチーさん、バイソン。おっと、飛び込みが入った。くぐって、スラでくぐって投げる。うわっと、ファイヤーモード、これはさすがのバイソンも厳しい。無理やり相打ちを取って、クレイジーのでかいカンパンチみたいな感じなんで、はい、そこに差し合ってる分には誰しがサセット通り越して、リュー相打ち、こうなるとダブルが綺麗に残してるで、あーっと手を出していた。インヘルに引っかかる。カーシムダルシム勝利。さあ、続いてエクスパーさん。エクスパーさん、試合です。はい、エクスパーさんの竜。竜巻で近づいたり離れたり。おっと、よく勝
龍、びっくり昇龍、これは守りきりたいところ。大陸さん、インフェルノ、ガードどうしますか。何やらうまい、ガードではなく、さあ、あっ、炎の中から現れて、セクさん、これは右利きか、スライディング、クレバーな選択、ラインを上げていく、ラインは曲がれないクレバーな選択。なるほど、今すごいよく見てましたね、畳みかける感じですよね。あれを出してみます、波動拳見てからスライディングは割と簡単だったんですけど、それになってくるとちょっと難しい、はい、近づきましたね、ですね。おっと、また勝利、このラウンドもエクスパーが押している、すごい勢いだぞ。おっと、ゾンビヒット、ラッキー、あっと、インフェルノ、ダイヤシにインフェルノ、この瞬間、カワシムの1位通過が決まりましたね。そうですね、ダルシムが、カワシムダルシムが5連勝、単独1位、あ、2位が金子ガイル、4勝、さあ、そのまま行っちゃう、そのまま行っちゃう感じですか。なるほど、さあ、さあ決勝戦開始です。 1P 側、カワシムダルシム、 2P 側、カヌコガエル、これは先ほど一度当たっているが、その時はカワシムダルシム勝利でしたが、どうでしょうか。さあ、結果がどうなることか。これ難しいんですが、ガイル側も、はい、決して勝てないわけではない。あ、そうですよね、はい、遠距離で球を打ち合って、ダルシム側もガイルのミスマッチ、もしくはちょっと無理する形になるんで、でもミスマッチですよね、結局は。ダルシムが、いや、ミスマッチなんですけど、そこでガイルが先に無理すると、ダルシム側は無理しないで落としてダメージを取るみたいな形になるので、はい、ガイルが一応持久戦に持ち込むことはなくはないんですね。なるほどですね、はい、何かの間違いでガイルにリードされると、ダルシムも少し無理をしないといけない、はいはい、攻めれないですからね、ダルシムはね、あんまり。さあ、1試合目はカワシムダルシムで、さあ、2試合目、まあ、当然のことなら四季の細道、毎度のことながら三先ルールでやっております。決勝戦は三先ルール。さあ、サマーを見てガードしている。今のもファーストダメージもサマーをガードされてダメージを取られた。なるほど、ブラスト嫌ですね。遅かったか。さあ、切っていく。ワンチャンあるか。おっと、テレポを切っていく。さあ、さあ、ラウンド取っていく。投げから、ソニック重ね。さあ、1ラウンド、選手。ファーストヒットが非常に重要。行動出る。なんと残念なことに、これ7回りもダルシムの方が上っていうですからね、どうにもならないですよね。なかなか厳しいですね。近づいても2振れ技のペア投げが待っている。
会話中断もないですし、めくりぐらいですよね。そうですね、めくりも。くれるような状況っていうのを考えてるんですが、大足は残念なことに転ぶんですが、まだ2回転なんで離れちゃう。それで何か綺麗なサマーで混ざらない限りはちょっと厳しいと思います。あとは先生から無理やり元気あんでもう一度裏に行くなんてのもありますけど、ジャンキーなんでダウンさせないでそのまま乗り込むみたいなのがなくはないですが、さあ、タッチしてさあ、守り切るか。20秒、長くて短い20秒がよし、さあ、取り返す。金子ファイル取り返した。さあ、3試合目、いい試合ですね。だいぶでも金子さん無理をしてる気がするが、鳥が通ったんですが3段まで見つかった。おっとサマー、サマーは数字をやらない高校なんですが、ああいうこともしていかないと何も生まれないのにやむを得ずやってる感じですね。勝利策も投げと勝利の2択みたいなことができるんですが、投げとサマーの2択はなかなか難しい。そうなんですよね、たまキャラだとたまにアンドビから仕掛けてきますけど、そうですね、ドミッチャーからちょっと待ってサマーと投げの2択みたいなことはできなくはないんですが、そんなことをガテシメにしなきゃいけない段階でかなりきつくよくわかる。バックジャンプドリル、そうこんなところを落とすのがガイルのダメージソースなんですが、ガテシメの場合空中で軌道が変わったりするのがめんどくさいところ。おっと、こちらの中継から2段まで入ったんですが、逃がったところだが体力結構奪えたぞ。さあ、足逃げ台パン左足、さあ、お互い一発、そうですね、こうなると飛びが一発かかっただけでも誰しも死んでしまうので、少しプレッシャーがかかってるかもしれない。あスラストが強い、足の先にスラスト当てた感じですね。さあ、3試合目川島ダルシム。さあ、4試合目ですが、リーチがかっきり川島、はい、お、色を変えてきた、あのフォワイル、これは無敵カラー、これは赤いカラーですかね。あ、リーチとこれから出られない、厳しいですね、これ厳しいですね。なんといってもシャガパン、だいぶなんかあれですね、飛びもすげえ移動するような感じもないし、ガイルの飛びも若干ふんわりしているので、さあ、先リーチを取ったのカワシムダルシム、リード大きめのリード、投げるあそこから投げかけないのはきついですね。ドバットで離れちゃいましたからね。降りて、ガルシムの攻撃は結構消えちゃった。あっという間に体力がサマー、さあ、入って、投げる。さあ、ラウンド取り返す。しかし、ガルシムダリッシュはずっとリーチのまま。おっと、降りんじゃない、これは牛正面3段から、
とソニックで削っていく。さあ取り返して、なんと最終戦にもつれ込む。さあ3試合、4試合目は金子ガエル。さあ最終、あ、クレジットがないです、セロさん。さあ最終試合、これあれですね、先にラウンド取った方がだいぶ精神的に楽になりますね。でもないかな、まあまあもちろん、まあまあそうですけど、クリアスだと、そうですね、プレッシャーはかかるんですよね。そうですね。さあ、その体力が、はい、落として、さあ、はい、さあ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 、さとかソニック打ちたいところ、時間がない。あーっと、これでリーチ、リーチ先制したのは最初のダルシム。さっきでもリーチから落としてますからね。そうね、なくもないってこと。なくもない、いや、なくもない、サイカモぐらい厳しいのは変わらないですよね。さあ、タイムリミットで試合を進めているのがガイル。しかし、決定打がなかなか難しいところ。さあ、ドン！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 なんだ今、キャンバイジャンプ投げ、裏落ち投げ、投げでいった全部。ごちゃらせていった、お互いリーチですね、これ。さああのぐらい無理やり投げを倒しまくって、殺すしかないですか、もうやるしかないといった感じの、もしかするとあれが投げ、なるほど、投げれなかったらサマーが出ちゃう、完全に投げられると投げ負けるんですよ。サマー切っていって裏からガード、しかしソバットで離れた、外野手入ってインフェルノ、まだあるぞ、まだ体力あるぞ、あるが、一発で死ねるぞ、投げる。さあ勝ったのは川島ダルシム。今そうっすね、下段に振るべきでしたよね。難しいです、あそこ逆にノスペア暴れの可能性もあるんで難しいところです。でも投げちょっと見せすぎたから、このラウンドを突き詰めてなかったんで、そこは本人同士か、そうですよね、勝ったのは川島ダルシム、そうですね、カーシムダルシム勝利と、ピリオドの向こう側ということで、カーシムさんもかなりね、久しぶりのダルシムで決勝戦がいるところ落ちないんで、はい、プレッシャーあったと思いますが、そうですね、見事勝ち切って、カーシムさん、カーシムさん、はい、おめでとうございます。どうですか、プレッシャーありましたか。そうですね、ガイル、カーシムさん、ちょっとやってるんですね。そうですね、そうなんですね。まあどっちかというと攻めたい方ですもんね。あの、まあ、よりは。そうですね、うん。相手がじれるまで。そうですね。そういう戦いがまあセオリーなんですけど。はい。やっぱチームメイトとかからはね、ガイルはちょっとお願いしたい。ああ、そういうのはまあちゃんとやるみたいな。何も言われてないですけどね。まあ言われなくても。まあリーダーはね、割とね。そうですね。気持ち重視の。いや、まあまあまあガムジャ。ね、ガムシャラなんでね、はい、いやまあ金子君うまいですね、うまくなってる、うん、まあもうちょいしたらいい勝負になっちゃうかもしれないですね。マジですか、はい、まあとりあえず優勝おめでとうございました。はい、すいません、失礼しました。はい、そんなわけで、もう8月に入って
2周目ぐらいには XS とですね、なんか全然野菜をここでやるとかやらないとかいう話もあるんですが、一体何をするのか。まあそんな感じ、7月最後の式の細道第128回優勝は川島さんでした。おめでとうございます。おめでとうございます。今日はあれですよね、はい、間違いなく夜雨降るって予報なんで、そうなんか台風的なね。そうですよね、発達性なやつがね、台風とは言われてないんですけどね、まだそこまで発達してないけど、うん、まあ将来性のあるやつが、はいはい、あもうかなり降ってますんで、もうすでに、はい、やばい、はい、まあ、皆さんね、はい、気をつけて帰っていただくようにと。そうですね、思います。はい、まあね、自己責任で、はい、ギリギリまで遊ぶもよし、はい、ね、ですね、何かに備えるもよし、はい、そんなわけで、7月最後の、ね、デイトナ式の対戦会、はい、そんな感じでした。来週も普通ですよね、その次の週ですよね。そうですね、来週普通の8月1週目ですね、はい、やりたいと思いますので、はい、ぜひぜひご協力お願いいたします。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。失礼します。